ラムアナリシス、こんばんは。お久しぶりです。ライブ時代が空いてしまったんですけど、その10ヶ月前も浦和ナルシスで、やらせていただいた、ことになってます。ですね、いつもは結構ね、こう台本作って、セリフとか MC とかこう書き込んで、で PA さんの方に渡したりとかして、ガチガチに結構固めてやるスタイルだったんだけど、今日はちょっとなんていうかな、フランクな感じ、で行こうかなっていうところで、いつもだったらこんな曲の、選曲曲順にしないなっていうやつちょっとやってみようかなと思いまして、こっちに来て、まあ、思い出の一曲なんですけども、ある晩息子と二人で過ごす夜があったんですけど、あまりこうテンションが上がって、で息子が寝つかないもんで、なんか子守歌歌ってやるから何でも言っていいぞっつって、隣の部屋からギター持ってきて、もう今お前が言ったやつ俺はすぐ作ってやるからっつって、言ってたんですけど、何がいいっつって言ったら、息子が開口一番でおっぱい。あ、まあその時息子は5歳だったかな、5歳か6歳だったんで、まあそんなもんだと思うんですけども、ほんで本当にそこでこう即興でおっぱいをの曲を作り始めていったんですけど、でたまたまボイスレコーダーそこをつけてて、その時で後で聞き返したら、まあ子供はそのおっぱいっていう言葉でも面白がって笑ってるけど、これ大人が聞いてももしかしたらちょっとこう、なんていうかな、ほっこりするような、そういった曲に仕上がるんじゃねえかなと思って、そこから3日間ぐらいかけて練って練ってで、子供と大人を両方なんかこう楽しますことができるようなものにならないかなと思って、作った曲なんですけども、本当はいつもだったらこんなタイプの曲は1曲目に持ってこないんですけども、今日は持ってきてみました。自分の子供の頃のことも考えて、息子の気持ちも代弁して、男心を歌います。おっぱいが好き。好き好き好き。
おっぱいが好きでした。ありがとうございます。いや今楽屋でねメイクアップしてたんですけども、鏡見てね、年取ったな俺って思いましたねもうね、もみあげとかがね、白髪がもういっぱいあんのよ。だから俺初めて眉毛描くやつでもうここ描いてきた今こんなことは初めて、うん、なんかライブの回数を重ねるごとに、なんかこう黒が足りんようになってきたなみたいな気はしてたんですけど、うん、今回初めて描きましたねもう、うん、次にやる曲はですね、ちょっとこう今のとはまたガラッと変わって、皆さんもこの人生生きていれば、辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、痛いこと、たくさん、あると思いますけども、これはまだ僕が大阪にいた頃で、23歳の時でスナックラウンジっていうのでチーフやってたんですよ。で、それ仕事何するかって言ったら、チーフっていうのはカウンターの中で酒作る、カラオケを、お客さんのカラオケ入れる、おつまみを作って出す、手が空いてるときは皿茶碗洗う、仕事が終わったら掃除してトイレットペーパー変えてとかね、そういうのをやってた時期があったんですけど、いかんせんその仕事が自分には全然向いてなかったんですね。で、もともと覚えることが苦手なんだけど、いっぱいやっぱ覚えることあるんですね最初、業務を覚えるというよりかは、そのお客さんから頼まれたこととかしなきゃいけないことのその優先順位、これが多分できてなかったんだと思うんですけど、でママになかなかきつい、当たりを受けてまして、あ、これじゃもうダメだな、この職場では働けないなってことで、2ヶ月目の中ぐらいまで頑張ったんだけど、やめようと決意した。それぐらいの時に、そのスナックラウンジの中で自分がこう感じた、受けたものを、そのシンガーソングライターって俺最終的には曲にできるからいいなって自分で思ってるんだけど、皆さん他のシンガーソングライター代表するみたいな感じで言ったら悪いんだけど、なんでいろいろ辛いことを今までの人生41年間の中にありましたけども、自殺はしてないというね、そこまで結局最後は曲にすりゃいいじゃんってことで、そんな辛いことも乗り越えてきたわけですけどもね、そういう23歳の時の気持ち、そこにグッとこう反映させてますけども、暗い重い曲になるかもしれないんですけども、その時の気持ちが、みんなに伝わればいいかなと、伝わってほしいなと思います。今の僕、キー上げるか。今の僕、胸が痛いよ、もう一回いい
YouTube に自分でもあげるから、もう一遍タイトルからね。今の僕。胸が痛いよ、傷つけられたからさ、泣きたいのに歯を食いしばったままで、僕だけまた傷つけられるの。声が出ないよ、そんな言い方されたら、確かに僕は覚えは良くないけど、なのに、どうして僕がまた傷つけられるの。なぜ努力も何も報われないならやめとけよかった。ああ罵られてもコケにされても立てなくなっても、明日は明日の風が吹くとか信じきれないの。今の僕、努力も何も報われないならやめとけよかった。ああ罵られてもコケにされても立てなくなっても、明日は明日の風が吹くとか信じきれないのは、今の僕、今の僕でした。ありがとうございます。ちょっとチューニングずれちゃったな。ですね、次でもう最後の曲なんですけども、3曲目はこの最後の曲はですね、大阪の時に、スカウトされて行ってた、事務所大阪支社で、まあ、オーディションに受かって、これはまあ作詞作曲は僕なんですけど、でその事務所がですね、オーディションに1回受かると、まあ、シンガーソングライターの人はそれにオケをつけてくれるっていうのをシステムがあるんですよ。で作ってもらったんですけども、でこの曲はね、もともとね、29歳の時に、あの僕はその時大阪にいましたけど、あのミクシーで出会った、あの、まあ、女の人に、まあ、恋をして、でそのなんていうかな、このたぎるような、好きの気持ちがどうやったら伝わるかなということでいろいろ考えてたんだけど、じゃあ俺シンガーソングライターじゃん、ミュージシャンじゃん、曲にしようってことで、まあ、曲にすることは決めたんですけども、どういう感じに
しようかなっていうところで迷ったんですけど、まあこのたぎるやの思いなんで、まずテンポは速くて、で言葉がもうブワッとこう詰まったような感じの曲にしよう。でその言葉どうしようかな、うん、いつものようなこのなんていうかな、結構こう歌の歌詞って大体こう標準語みたいな感じじゃないですか。それじゃいかんと、これは俺が子どもの頃から喋ってきた九州弁でいかないかんということでですね、九州弁で、テンポが速くてたぎるような思いがそこに、反映されたと思います。寝ても覚めても九州男児、ありがとうございます。スプーチョルバイ、お前を最高に例えるならこの声が枯れるプレーズンチョルバイ、すぐにでも抱きしめてって説明ちゃんね、マジでスーチョルの語源遠くによっても言おうかな、お前に告白しようかな、そげーなこと考えんでもいいって、ズバリその理由は俺の持ち味といえばほらやっぱりストレートにぶつかるとこ相性打ちて口跡残して時よりロマンティックなセリフを吐きしてながらちょっとだけでお前を思ってみたりして恋してる夢見てる九州男児スーチョルバイ、お前を最高に歌と終えるならこの声が枯れてくれスーチョルバイ、すぐにでも抱きしめてって説明ちゃんね、マジでスーチョルの語源どこによってもお前で相まみれ、最近の俺の日常は笑顔が増えてなんか他人に優しかったりしようもねえ男で、でもそげんスーチョルつか本気で測るためにミッションを与えちやろう、仕事も投げ捨てて友達に嫌われワンクリアツークリアさ飛び込んでこい九州男児、熱い九州男児、寝ても覚めても九州男児、九州男児、あああああ、お前を最高に例えるならこの声が枯れるべスーチョルバイ、すぐにでも抱きしめてって説明ちゃんね、マジでスーチョル族弁どこによって愛しチョルバイ、わかるやろ泥くせ情熱が目に見えるチャロが愛しチョルバイ、どげんもどげんも受けてくれ写真と飛び散る感情を、どうもありがとう。多分今日は関東最後のライブでした。ありがとうございます。近々埼玉スーパーアリーナで会おうぜ。Thank you, ありがとう。